こちらホンマ一部さん霧崎家にコーラが大量にあるんですよ。コーラスイッチを押しすぎちまったせいで。ああマジでまた24個届く。1回押したら12回どうしよう、もうやばい。今回の企画は寿司ラーメンりくくんの企画をパクります。イエー、見てくれ、こんな感じでね、まだ大量にコーラがあるんですよ。このコーラを机の上に置いとくんですよ。あっち、ペットボトルの下の底をキカッターで抜きます。リビングとか妹の部屋に置いてあったら邪魔でどかすと思うんですよ。どかした瞬間下がないんでコーラ浸しになるドッキリ。やってこうと思う。お花だ。まあ世の中甘くないですよね、そんな。僕は小学生の時、図画工作の時間が一番嫌いでした。こんだけしか暴らないって下手くそすぎん。汚い。なんやこれ。いやーいやー、なにし、なんやこれ。ちょっとまた一夜のムカつく。何しとるの。もういい加減して、絨毯濡れたまいや。どうやって掃除するんて。また洗濯物入れた。あいつ帰ってきた。ちょ、テール触るな。むっかつかい。くさりょー！まだ何してんて。マジでいいね。どうするがんこれ。ねえ。寿司ラーメンリフ君のドッキリや。また真似したんかいや。また炎上するさ、真似したっつって。いや、炎上しんで、そんなこと。なんでこんなことするが。流行りの。誰掃除するねんて。僕が掃除。自分でせえ。雑巾持ってこいな。はい、持ってきます。すぐ持ってこい。はい。みんなの家の家族優しすぎじゃないか。俺の家家族怖いぞ。当たり前やろ。なんで絨毯の上で座んで。絨毯取って。なんだほな。ムカつけんと、お前一回一回。ほんとすいません。頭使えってドッキリするにも。はい、他の YouTuber のおばあちゃんみたいになんかすごいいい反応取ってくれると思ったんです。すいません。あ、ごめん。はい、ママ優しくないげんです。優しくなくて悪かったな。あ、いや全然大丈夫です。あの、いつも僕たちを支えてくれてありがとうございます。当たり前やろ。はい、すぐ出てけ明日。いや、それはちょっと深い。マジでマジで出てけ。ねえりょう、ちょっと。はいはいはい。これどっちや。なんで穴開いとらん。開いとらんがどっちや。自分でやってみればいいや。やばいね。なんで取ったらあれやろ、下に落ちるかもしれん。やろ。じゃあいい、こんなままにしとけ。あ、いわ、バスタオルでやろ。どっちや。あ、大丈夫や。そうや。あ、大丈夫や。めっちゃ嬉しそうやし。そうや、お前何しとるんじゃ。お前何考えとるんじゃ。次やってみさらせ。はい、すいません。次やってみさらせ、マジで。申し訳ございません。許さんしな、分かっとるやろな。はい、分かっております。もう絶対しません。そろそろ妹が帰宅するんで、ちっちゃいのにやります。ただいまー。喉かわいい。そこにコーラあるし、飲まんか。これか。あねえ、なにこれ。なんでそこないの。シーラーメンの真似か。おっす。ねえ、またやっとったんこれ。これに男やんな。え、ねえ、これもすんの。怖い怖い、どうすればいい。あ、またすしラーメンくんの真似かな。お母さんと一緒なことしてるやん。まあお前本当にいい加減しれ。コーラの気持ち考えたことあるんか。コーラってのはすごいんや。まあ、何がすごい。そんなことしんと思うボケ。ねえ、ここに置いてあるコーラさえも怖いわ。まゆ、まあ行ってこい。いやいや、もういいや。お前自分でせえや。いや、ちょ、お前自分でせえって。いや、だからこのためにドッキリを仕掛けたわけやから。いいって。なんで、何がドッキリねんて。どうぞ行ってらっしゃい。なんで。もうドッキリじゃないって、どっちかわからん。そんなコーラ恐れんでいいや。もうやや、ってば。びちゃびちゃになりげんで。じゃあ最後、はい。もう分かった、絶対やろ。いや、妹の勝ちです。はいはい、終わり。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。ハクション。ここにもトントンゲンって。ねえ、すいません。死ね、お前。もう一箱買ってあげます。うっざ。もうほんとうざいんやけど。ねえ、マコーベ食べたい。